舞の海修平は、日本の、出羽の海部屋所属の元大相撲力士。現役引退後は、NHK 大相撲専属解説者、マルチタレント、スポーツキャスター、境川部屋の師範代も務めている。有限会社、舞の海カンパニー所属。本名は、長尾修平。愛称は、舞ちゃん、修平。技のデパート、平成の牛若丸。現在の体格は、 身長 169cm、体重 85kg。血液型 B 型、左利き。関取時代の体格は、身長 171cm、体重 101kg。特異種は、左差し、下手投げ、内無双、切り返し。最高位は、東小結。び、関取時代は、平成の牛若丸、技のデパートとも呼ばれた。 青森県西津軽郡味ヶ沢町毎戸町出身。味ヶ沢第一中学校、青森県立木造高等学校、日本大学経済学部でいずれも相撲部に所属。中学2年生の時、スキー場で木造高校相撲部顧問の岩木徹に、うちで相撲をやらないかと声をかけられた。中学3年になって、周囲の中学相撲の選手が、 高校相撲の強豪校に勧誘されていった中で、長尾は体重60キログラムの小兵であるためなかなか呼び声がかからず内心傷ついていた。しかし、岩きが家まで訪れ家族に勧誘の意思を伝えたため、これに心が震えて木造高校に進学。高校時代の岩きがつけた稽古は厳しく、熱が出ると熱があるのは生きている証拠だよと言いくるめられ、 首が痛むと、もぎてないから大丈夫だよと一周された。稽古で耳が裂けて塗っても、岩きはラグビー部からヘッドギアを借りてこさせ、これを被って稽古しろと言った。岩きはただ厳しいだけでなく、大学の留年が決定した四歳年上の長尾の兄を知って、何やってんだ。だらしねえなとぼやきつつも、長尾を含めて兄弟三人が、 東京で大学生活を送る状況になる長尾家を案じて、長尾が奨学金を受けられるように手配してくれた。岩木は長尾に後に力士となる基礎を叩き込んだ、長尾にとっての重要な人物であり、長尾も後年、この出会いがなければ、今はないと感謝の気持ちを語った。高校時代の長尾は、テスト前日になると出題するポイントを聞き出すまで、粘って先生に張り付き、それを、 他の部員たちに教えるため部員たちは大助かりであった。同級生たちは後に大相撲で活躍を遂げた長尾を相手が大きくても頑張っている姿。諦めずに向かっていけば最後どうにかなるということを学ばせてもらった。彼は有名になっても全然変わらないと語っていた。山形県の高校教員採用試験に合格していたが大学在学時の同郷の後輩である。 成田春樹の休止を契機として一点大相撲入りを志す。入門を相談した際に母の猛反対に遭い、結局母とは絶縁することで、ようやく入門を許された。しかし、身長が当時169センチメートルで日本相撲協会の新弟子検査合格基準に達しなかったため、目こぼ星を期待して当時各界のナンバー2であった9代で和の海が、 師匠を務める出羽の海部屋への入門を選び、一度不合格を経験した後、手術でシリコーンを頭に埋め身長を一時的に高くして合格をつかんだ。学生時代に残した全日本相撲選手権、大会ベスト32の実績が認められて、幕下付け出資格を取得、1990年5月場所に本名である長尾の仕込めで初土俵を踏んだ。 この場所で6勝1敗の好成績を収め、13日目の取り組みで唯一6戦全勝だった土地天候が星違いのことの和歌に敗れたため、1敗力士8人による幕下優勝決定戦に出場した。重量に昇進し、四個名を競技の前戸町と部屋の出羽の海にちなんだ前の海へと改名した後は多彩な技で、 大型力士を倒すその取り口から技のデパート、平成の牛若丸の異名で呼ばれるようにもなった。猫騙しの活用に始まり、交代する立ち合い、くるくる、舞の海と言われた目回し作戦、1991年11月場所の明け野の戦で見せた、三勝攻め、1992年1月場所の高遠力戦で見せた、いそり、たすきぞり、 当時の双子山理事長に発想飛びと呼ばれた1992年1月場所北勝時戦での立ち合いジャンプ作戦など48手を駆使した取り口を見せ相撲界を盛り上げた。自ら生涯で最も強かった場所と改装する1994年7月場所は全頭4枚目の地位で大関高野花を破るなど急勝を挙げ翌9月場所で 待望の新三役となる小結びに昇進。しかし、同場所二日目の高通り戦で、自身の相撲の生命線となる、左腕の剣が切れ、2勝13敗と大きく、負け越してしまう。結果的に三役経験はこの一場所のみとなった。1996年7月場所、小西木との取り組みに勝った際、体重差、約2 0 0ラムの小西木が、 前の海の左膝へ倒れ込み、左膝内側即副腎体損傷の大怪我を負い、同場所及びよく9月場所を休場し重量へ陥落した。1997年5月場所に幕内復帰を果たしたものの、会に停滞し、1998年3月場所を最後に重量へ再陥落。それでも重量で相撲を取り続けたものの、1999年、 11月場所には十両10枚目まで落ちていた。13日目の三戸戦線で敗れた際に、左足首靭帯を損傷、左ふくらはぎも、肉離れを起こし14日目を、休場、6勝8敗と窮地に追い込まれる。先週落は、無理を押して出場するが、馬鹿交渉に敗れて、幕下陥落が濃厚となり、現役を引退した。通算では5度の技能賞を獲得している。 年寄り名跡にちょうど飽きがなかったこともあり、引退後は日本相撲協会には残らず、タレントに転身。NHK 大相撲中継の専属解説のほか、スポーツコメンテーターとして、フジテレビ系 FNN スーパーニュースのスポーツキャスターなども担当。また、旅番組のレポーター、俳優活動、各種講演も行っている。2000年、2001年には、 提供大学の非常勤講師も務めた。ありがとうございます。